株式会社放送衛星システムは放送衛星の運用管理と衛星機関放送局の提供業務を行う機関放送局提供事業者である日本放送協会と在京民放テレビ各社の出資によって設立された BS 放送の受託放送駅務は2000年12月1日よりデジタル放送のみで行っていたが 2007年11月1日よりアナログ放送についても開始。これにより NHK とワウワウはうわうわ保有していた BS テレビジョン放送局の無線局免許状が前日限りで廃止となり、それぞれ委託放送事業者へ移行した。2011年6月30日、改正放送法の施行により受託放送事業者は機関放送局提供事業者とみなされ、 放送局の保有は継続するが、放送事業者ではなくなった。同社唯一の衛星シリーズである、日本国内向け放送衛星の BSAT は、これまで8機が打ち上げられいずれも、正式同位置は、統計110度。統計110度 CS デジタル放送を行う、スカパー j サットの通信衛星 NSAT-110 も直近にある。 BSAT シリーズ共通の特徴として、実験放送衛星、ユリシリーズでは毎年春と秋の各1ヶ月半ずつ、程度存在した太陽光ががつ、地球に阻まれて、太陽電池に届かず、太陽光発電できない、食の時期における二次電池蓄電量温存のための放送休止が解消され、完全24時間放送に対応している点が挙げられる。この NHK とアウアウが区分保有する放送保管衛星 BS-3N の管制業務を自宅していた。衛星機関放送局の免許は国内衛星機関放送用に警護局が関東総合通信局より以下の通り免許されている。静止衛星の動作を監視、制御するための通信を行う事業所。放送番組を地上から衛星へ送信する事業所。 mpeg-2 システムの全局 SI をクライアントである BS 放送事業者に配信している。全局 SI とは一旦 BS 放送事業者に設置された SI クライアントから送られた各局の SI を BSAT 社内に設置されている SI センターで集約したもので BSAT の SI センターで生成された、それを再びクライアントに変装し、 BS 放送事業者がそれと自局の番組と多重化して BSAT に送信してアップリンクというシステムを採用した。このシステムによって他局の視聴中にも電子番組ガイドが更新されると BS デジタル放送開始当初はメリットが存在したがその後は BS 放送事業者の増加に伴い各局ごとに配信できる SI の容量が減少することになり また一度 BSAT の SI センターを経由することから、急な編成変更の追従も難しくなる事態に陥っている。しまいには、受信機側で、複数チューナーを搭載すれば視聴中でも裏チューナーで、他局の EPG を更新できることから、全局 SI のメリットが事実上消滅してしまった。ため、新 4K8K 衛星放送では、全局 SI の生成、配信は取りやめて、 市場デジタル放送と同じ各局 SI に移行している。ABCDEF 株式会社放送衛星システム第28期決算広告平成22年法律第65号による放送法改正不足第8条第6号アップリンク緊急局の整備と運用開始について2015年6月23日閲覧次局に割り当てられた SI の容量す全てを 自極のみに使用する方式。メリットとデメリットは全極 SI と表裏一体である。ありがとうございます。